こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今回は速報としてポール・マッカートニー12月10日にサンパウロで3度目の公演を行うことを発表のニュースをお知らせします。チケットが数時間で完売したポール・マッカートニーはサンパウロでの3回目の公演を発表しました。ポール・マッカートニーのゲットバックツアーがサンパウロで開催される元ビートルズはサンパウロでの最初の2公演のチケットが数時間で完売したことを受け、 3回目の公演となる新たな追加公演日を発表した新公演は12月10日、同じくアリアンス・パルケで予定されている BRB カード顧客向けの先行販売は本日15日午後2時からイベンティムのウェブサイトで開始される一般発売は8月17日同じく午後2時から同サイトで開始されるサンパウロ公演に加えリオデジャネイロ公演もチケットは完売しておりブラジリア、ベロオリゾンテ クリチバで開催される他の公演も残りわずかとなっている全日程と追加公演の詳細は次の通りです11月30日ブラジリア d f アレーナ BRB マネガリンチャ12月3日ベロオリゾンテ MG アレーナ MRV12 月7日サンパウロ SP アリアンスパルケ完売しています12月9日サンパウロ SP アリアンスパルケ 完売しています12月10日サンパウロ SP アリアンスパルケ新追加公演です12月13日クリチバマジオールアントニオコートペレイラ競技場12月16日ビオデジャネイロ RJ マラカナン完売しています同一会場で3度目の公演を行うなんてこれは想定外でしたサンパウロ公演は初めに発表されたのが9日ですが 7日の追加公演がすぐに完売したので、再度の追加公演で、翌日の10日に日程を入れるとは思いませんでした。しかし、ファンの間では、サンパウロでの追加公演を喜ぶ声と、どうして同じく完売しているリオデジャネイロでの追加公演ではないのかという声もあります。それに対して、リオデジャネイロでの公演は7万人規模のため、追加公演を完売させるのは通常は難しく。 4万人規模のサンパウロで追加公演を行う方が正しいと言っているファンもおられます中にはブラジルにまだいるのならアルゼンチンに来てというファンの声もありますまだ次の一手があるのか目が離せません以上ポールマッカートに12月10日にサンパウロで3度目の公演を発表のニュースをお知らせしました今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます 今後のポールマッカートニーのゴッドバックツアーの日程が気になる方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次のポールの発表を楽しみに待ちましょう。